格闘キャスティーようこそ、シンです。今日はジョビンさんがスタジオに来てます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか久しぶり感があるんですけど、大晦日以来ですかね。あれ、それ以来か。今年初めて。そうですよね。一応、罰ゲームをしましたじゃん。ははいい。晦日なので、敗者が、なんとなんと、一生当たり、慎太郎さん。はじました。僕らが多分同率同覧ということで。格闘技見る目ないな、あの人な。で、一応、罰ゲームとして、今週木曜日。二十二日。二十二日。 にジョビンさんのバーで全ということで一日に皆さんぜひ遊びに行ってください。ぜひお願いいたします。早速なんですけども、ライゼンランドマーク8の勝配属をしてもらいたいと思います。はい、でもちろんビーベットさんもお像を出してるので、ジョビンさん まあいやもうでも今回難しいですけどね予想がねかなり考えましたおうおうおお、はい、素晴らしいちょっと僕メインイベントは結構興味持ってるんですよ <laughs> えルイス・グスタフォーバーホリエこれだけねオッズがまだ出てないんですけどこの動画出てる時には多分これが一番気になるんですけどねまあでもグスタフが絶対有利でしょうこれですよねまああのホリエ選手も階級を上げて一戦やって でもめっちゃいスパーク変えられ勝ってある意味バク狂わせを起こしたじゃないですかいいノリに乗ってるんですけれどもめっちゃ強いじゃんめっちゃ強いあとストライカー同士になると思うんですけれどもどう考えてますかジョビンさんは僕ねこれマジで悩んだんですよだから今まででも一番ぐらい悩んだかももう2点3点したんですけど最終的にこれあえてとかじゃなくて僕も堀江でいかせていただきますああ勝てると思う 堀江ーーーが勝てなかったらもう止められる日本ってないですしグスターボーうーんもうそうなりますよねそうなりますけど、はい、だからといって勝つわけではないじゃない,け,いけると思うんすよねえっマジで思ったもういろいろ見まくってどういう展開をあの考えてるんですかやっぱ ホリエが下がらずに前に行くことがまず大前提ですよ。ね、はい、で、やっぱジャブとかワンツーとか、すごいコンパクトにホリエって打てるんですけど、うんうん、やっぱグスタブ攻略しようと思ったらジャブと思うんですよ。まあ、結構振り回してくるし、はい、それを下がらずに前に行ってジャブをつけて、つけたらいけるんじゃないかと思って、で、カーライル戦とかやっぱジャブが素晴らしいんで、ホリエが。うん、あとまあカーフキック。ジャブとカーフキック蹴っていったら攻略できるんじゃないかなっていう。うん。 なるほどですよねじゃあ勝つとしたらアウトポイントするっていう感じいやでも KOKO KO できると思いますかストレートで最後ダウン奪って TKO へえすいやマジいけるいやもうずっと見たんですよグスタボ対武田コーチとかグスタボ対あのピットブルとか見たんですけど、はい、うんなんかいろいろ見て結局ホリエーの方が上回るんじゃないかなっていう勝てばすごいですよねいやすごいっすよね俺結構グスタボに寄ってしまいますね <laughs> だって 強いもんまあ強いし、いどっかでまず一発当たりそうですよね。あと、パワー差は結構あると思う、まあその打撃、打撃のところしか見てないんですけど、堀江選手、打撃効か,かせられるのかなと、まあね、階級を上げてから、難<や>しい、難しい、いや、でも、僕、フィジカルで言ったら堀江の方があると思うんですよ。ああ、うん、そうですか。うん、同等か堀江かぐらいの、うん、フィジカルまでずば抜けてるっぽいんで、まあ、試合見てもそうですし、僕は堀江は、テイクダウンも行くと思うんですけどね。 あー僕行くと思う<に>グスタブはいかんと思うけど堀江はいくと思うでそういうのも混ぜていってでもとにかく下がんないことですよ試合がスタートしてもしもグスタブがセンターを取って堀江選手を押し返しせれば、はい、ちょっときついにだもその時点で負けと思う、うん、僕ああなるほどねでも最初で分かると思う確かに最初の30秒で下がってしまうようだったらもう勝てないと思う,、うんうん、う圧力に押されるとちょっときついですよね、はい、僕ピットブル戦見たんですよピットブルがいきなり前行くんですよね <laughs> はいでグスタブ下がっちゃってでグスタブが押し返そうとするんですけどまた押し返して結局、うん、グスタブが下がって 島を展開で最後もやられて、まあ、僕全員が前に行った方がいいと思ってるんですけどグスタフは特に下がってたら自分の戦いができないですよねそうですね前に出るファイターですよ、ね、前に出てそカウンターがどうとかいう感じじゃないんでだから下がらされたらめちゃくちゃ嫌と思うんですよ堀江はもうとにかく絶対下がんないことと思うこの試は特にグスタフの圧力に耐えられるのかっていうか、はい、押し返せるのかっていう まあ注目すするところですね,ですね確かにまあ大津は出てないんですけど間違いなくグスタブが有利っていう感じで,でしょうそうなると堀江美味しいじゃないですか勝機は結構あるっていう何、はい、パーって分けますかえもう本当僅差と思う,もうマジグスタブのパンチがもちろん当たって慶応も全然あると思うんで、うん、ただ地元やしな、まあ、55対45 堀江ね、なかなか当たんないと思うぞ堀江にパンチが、うん、でも刑事ですよねランドマークだからそうですよね、うん、なんか武田生も全然パンチ当たってなかったもんなグストボのパンチ、まあ、まあ全然じゃないけどまあ致命傷とかもなかったし広いから。 ホリーは結構足使えると思うんでフットワークはねちょっと有利なところはありますねあとその打撃のキレ、うん、でも俺いけると思うな<笑><笑>なんかジョビンさんグスタフーの圧勝とかなんか言うと思ってたからいやと思ってたんですよなで,でも映像見たらマジで変わってきてカーライル戦の動きがめっちゃいいし <laughs>、うん、い,いけると思うな、うん、なるほど楽しみですねじゃあ一応これは堀江の勝利っていう予想で慎さんはグスタフタボーですね、うん、どうかまあまあ分かるそ わかるですそうそう、うん、でもこれ勝てば大抵のマッチ決まるんじゃないですか堀江選手 BS 捜査ーー俺それもいけると思うんですよねそうですかてかもう、うん、堀江だったらいけると思う<ー>テイクダウンが難しいはずサトシただバックが怖いけど、うん、いやでも相性いいと思うなうんうんまあグサボに勝てればチャンスはあると思う、はいね、考えます、うん、堀江はマジすごいと思う個人的に僕堀江の,そのキャラクターが大好きでねっ 面白いじゃないですか。もう昭和の男って感じでてね。<laughs> <う>令和にまだ生き残ってんのかこんな男が。まさにそう,そ,う,そ,うそんな昔のソルジャーをなんかイメージすると。そうそうそう <laughs> 面白いです。それが お酒もめっちゃ飲むのがいいっすよねめっちゃ飲むしなんか週末だけ飲むっていうところで結構我慢してる方なんですごいですよねあちなみにお酒やめてどういう違いを感じてるんですかいや体調いいっすよ僕もうやっぱり変わりますか結構まだでも1ヶ月半ぐらいしかたってないのかもうどももうもめっちゃちょめまいもやっぱ治んないんですけどこれちょっと治療していくんですけどもう目覚めがいいし <laughs>、うん、もう睡眠の質がまず全然違うんですよねはいはいでも毎日二日酔いで体だるかったんですけど今も元気いっぱいですマジで,で幸福度も上がったしな,な な自分の時間ができる一日の半分ぐらい酔ってたんでなんか起きてる時間すぐ酒飲んでなるほど自分の時間ができましただいぶじゃあ,あの変な話もしもあの堀江とかお酒やめたらもっと強くなるい,いやいや絶対堀江は酒とセックスは続けていった方がいい <laughs> <laughs> いやマジで弱くなると思うんですよ酒とか女取り上げたらはい,いやマジでそう思う絶対取り上げる方がいいと思うまあ飲み過ぎはもちろんよくないと思うんですけどね、はい、やっぱ適度に飲むのもあの重要で僕はもう病気なんでもうめ,めまいとかふらつきとかで、うんうん、やめざるをえなかったんですけど適度に飲むのはやっぱいいと思うまあねなんか メンタル的なとところもあると思います、ね、試合前に激しいトレーニングする中でそんながっつり飲めないはずですよそもそも僕もそうでしたもんさっき好きでしたけど現役時代、はい、その朝ダッシュの練習とかあって、はい、そんな前の日に飲めないですよそもそもジョビンさんの「そんな」ってどれぐらいの ことですかあまあ、とことん飲もうとするっすけどいや、はい、でもあんま飲もうとならないですよ前日杯とか次の日の朝の練習ないときとか、はい、週に2回ぐらいはがっつり飲んでたっていう感じでしたね、はい、まあ堀もそんな感じと思うっすよまあここで勝てれば誰も文句言えないからね次の試合マジマ VS いまなり俺結構ケラモフの試合が楽しみにしてたんですけどめっちゃ楽しみでしたよ ちなみにケラモフと真マジだとどうなると思ってましたえケラモフですよね、多分。僕、もうまず間違いなく KO でケラモフと思ってほしいから、ねそ。そうなりますよね、多分。マ真マ選手はね、もう構えが悪すぎる。打撃が。もう前重心で、でね、もう、アリファもらうよ、攻撃。まあ、ただ、うん、もう組のことだけ考えてるから。 まあいいいかもしれないですけどまあ序盤なんとなくいけて後半慶応負けっていうのを僕考えてたんですよ。でもまあ今なりになったということでこれは僕間違いなく真島がもう潰してしまうっていう展開を想像してるんですけどいやそんな簡単ではないですかもう今なりが一本勝ちの可能性も全然あると思うんですけどあるんですかね やっぱまあでも横山武二の時と同じ感じなんですよ僕横山武二の時おそらく真島が完封するって,言って当たったと思うんですけどうん、うん、ただ真島の環境で横山武二みたいな相手がおるんかなとかちょっと不安はあったんですよはいで今成に対してももうこんなタイプおるんかなから東京にもいないですよ世界にもあんまりいない中、うん <laughs> はい、足換できるやつが周りにいないと絶対無理っすよ十字強いのとかグラップリング強いのと足換対処できるってまた別物ですからねはいだからもう分かんないです うーんわかんないっていうと面白いですねだってこのオッズがも,もちろん一方的に今嶋ですもん1.10<ー>いまな,なりにかけんの5倍ですよ全然あると思うんですけど5倍ってありえないです <laughs> でもこんなん言うのも問題発言なんですけど僕ちなみに足換防げるんですよ、はい、足換決められたこともないぐらいなんですけど、はい、さこれちょっと問題発言なんですけど今まなりが足換で買ったところでなんか卑怯な感じしません <laughs> ななんで,ですかかか <laughs> 裏技っていいうかなんか <laughs> いや、僕はできるんですよ対応、はい、なんかそれで真島の価値も別に下がらん気もするし何、はい、て言うかなう特殊すぎて技がなるほどまあ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 の言いたいことはなんとなくわかる、はい、なんかそれであ先であんま評価できんっていうかでもね難しいじゃん決めるの明日だって MMA <や>ママででも真島が殴られるしなできんかったら決められるでしょうしで決められたところで真島の評価落ちるからっていう ケラモフ戦に勝つか負けるかどうかの予想とかも何にも変わんないですよ今,今成りに勝とうが負けようがうんなるほどね今後真島が上にいくかなって考えるときにこの今成り戦の勝ち負けなんか全然関係ない気がする、まあ、メリットはないっていう考え方はありますね、はい、で試合盛り上がらずじゃ今成りさんでやったってまあケラモフほど盛り上がらないですよね、はい、確かにじゃあまあ,あの予想としてはまあでも真島っすけどね真島ですか真島と思うけど全然分かんないぞこれあるっすよ5倍のチャンスはあるっていうことで、はい 考えてしまいまいすよねえちなみに概要欄に、えー、っとこの b ベットの特別 URL からサイトをアクセスすると10ドルのフリープレゼントをゲットすることができます、うん、次はー千ーズ白川。これも面白くないですかめっちゃ面白いですよこれ俺意外と困ってるんですけど困ってるっすはいマジわからんどっちがつか全然俺白川にも可能性あると思うけどなんか八千まあ前線勝ったんですけど、はい、ザックゼインでしたっけ、はい、でもなんか家賃が 勝つイメージがあまりできない。いやわかる,かる悪いんですけど、最近もう勝つイメージがわからないですよね。わかるっす、わかるっす、うん。勝つとしたらタックルを取ってキープするっていうのしか想像できないんですけども、まタックルを防ぐの結構上手くないですか。いやそうなんですよ。 だからそ,そうなんですよ、僕もそう思うんですよ、めっちゃ得意と思うんですよ、白川はそういうタックル切るのって、うんうん、で、打撃になだったら、若干白川の方が有利と思うんですから、ね、僕も白川の方が有利だと思ってる、でも、一つ考えないといけないポイントは、白川は階級を上げてるっていう、まあそれもあんまあ関係ないと思うけど、そうですか、うん、でも気持ち的にも楽ですよね、白川はね、うん、ライトで負けたって別に階級上げたからっていう、本来の階級じゃなかったって言えるし、うん、ちゃんと準備もでき,なできてなかったし、はい、どっちですか、じゃあ、うん、いや、でもどっちかとったやっち。 どっちかっていうと、家賃。でも全然可能性あると思う、これ。全然可能性ある割に、2.90だから、およそ3倍の図で、家賃が1.30。俺、この3つのアンダードッグの中で、はいえー、白川今成、堀江の中で、はい、多分白川が一番美味しいと思う。まあねか、白川勝つ可能性十分あると思う。十分ある。俺、これ50、50-50と考えてるんですよ。 でも組はやっぱ家ちの方が上の気がするけどな。うんうん、もうキープできますかいや僕もそう思うテイクダウンがそんな簡単じゃないでしょ。なんか寒い試合に持っていけば家ちでも白川前線誰とやったっけなんか結構いい試合やったと俺覚えてるんですよ。キックボクシングの試合しか覚えてないです。あの朝倉とヤーマンがやったあああ、中原戦か。 あそうですね判定で負けたんですけどこれ惜しかったっすよね原点かなんかありましたよね経験もでかいと思うな中原もサウスポーっよねこれもゲうしそうだっでしたしね一瞬いい場面はたくさんあったんですんじゃあ僕は白川でいきますどっちか選ばないといけないい,いやマジでそんな気もするっすよね <laughs> どっちですかどっちかってやっどっちかやっちじゃあここでまた終われましたねじゃあ俺はグスターフォー真、はい、島白河 ジョミンさんはで、はい、これ面白いですね割れたっていうところでうーんねそうですねあとなんか注目してる試合とかないですかこれはなん,なんか面白くないですか芦田と鈴木これどっちですかはぁー怪物くんでいきます芦田選手もなんか谷地選手と同じ印象でなんか勝ってるところがあんまり想像できないんですよ <laughs> <laughs> 個人的には応援してるんですけど。選手ああ、ああ<も>、知り合いですか。ただ、はい。アンディにも来てくれってことあるんですけど。あ、そうなんですね。試合じゃあ、あかけろってあったら。頼りになら。ごめんなさい。なんか勝てる、気せえん。え <laughs> この間、誰でしたっけ。あの、真島選手に。それされましたよね。フィジカル強くないから、きついよな。でも、これは、でも、お互いに。ここは勝ってくれよと思う。正直。 松田選手もここ負けたらじゃあ誰に勝てんのっていうなりますよね怪物君は前線西谷でしたっけああそっかそっかしたそっかそっかと覚えてるんですちなみにブレイキンダウン見てますよね西谷が話題になってたっていうのをツイッターで見たんですけど KO 負けしたんですそうなんですよブレイキンダウンでそれで3月来日の大会があるっていうはいんか感想んか動画出してないですかジョミンさんはいや出してかかったんですけど何言いました いやーまあそれでもそりゃそうじゃないっていう相手もキックボクサーですからねきっすいはいはいそうですよねプロのキックボクサーだったでもこれでこういう負け方したらもう次のライジン正直冷めちゃうっすよね1か月後ですよね、はい、普通に無理なんじゃないですかいややると思うっすけど僕はでも負けたってやっぱ言い訳ができるしダメージが残ったらショートノートしかどうとかってああそれあちょちょ、まあまあまあ言い訳はできるけど冷めちゃうっすよねうんうん,なんかも,うでもうね 朝倉美来のいいなりにならんといてほしい、もう。もう出るのやめよう。<laughs> ンンブレキングダウライゼン、まあ、で試合が決まってるのは出るべきではないですよねでも,も知名度はやっぱ売るのはすごいいいと思うんですよブレイキングダウンの使い方で十分できたと思うんですよ、ね、西谷ももともと知られてたと思うけどやっぱブレイキングダウン出てより知名度も上がったと思うんですよ、はい、もういいんじゃないかっていうそうライゼンとか FMA に集中していいと思うんですけどね西には、まあ、ブレイキングダウンの選手でいくんであればなんか分かるんですけど、はいはい、そうですよねライゼンで戦うなら、はい、それはあれですよね まあ、そ,うそ,うそういうことで僕、あの怪物君で僕も怪物君です。あじゃあ一緒です、これも今日は出てないんですけど、ここら辺に貼っております、はい、はい、多分怪物君がアンナになるか、もうイーベンになるって僕は想像してるんですよ、はい、そういう感じですね、はいはい、これ、はい、そ,うそうですね、やっぱりこの小さいカードになると、やっぱり知らない選手が正直、カード弱い、もうメインだけはもうマジで、楽しみなの,の,のトップの3試合は、あのこのケラモフだったはずだったから、いけたんですけど。はい そういうことになりますよね。はい、うん、三月は結構面白かったっけ。ああね、宗座<ー>、ね、と中村井上直樹。いいっすね。萩原武田は面白いああ。いいっすね。こっちのカードおもろいな。こっちの方がいいよね。こっちの方がいいっすね。まあ、そかでもえナンバーシリーズじゃないか。ザランドマークか。ザンドマークです。あこっちの方がおもろいな。 これ面白いですね。はい、じゃあ、この勝敗族もまあ楽しみにしております。はい、ということで、はい、結構割れたんで、一切割れましたね。ここで僕がもっと当てれば、ジョビンさんの、あの、専門家タイトル取っていいのかな。そう、僕でも <laughs> 去、去年は年間1位だったと、今年もマジ頑張りたいで、ね、年間1位。ちょっと勝負しましょう。わ <laughs>、はい、かりました。この試合のライブ配信はされるんですか、ジョビンちん。もちろん解説配信やるんで、はい、ぜひててぜひ皆さん、あの概要欄、リンクに貼ってますので。 チェックあとこの柔道のフリーベッドプレゼントも概要欄にリンク貼ってるのでこれを僕たちが2人ともかつて言った真島選手で行けばいい間違いないと思ういやでも僕もそれもあんまりやめて今の苦手に確実に勝てるやつなんかいないでしょ <laughs> あーうーん,うーんまあまあそういうなんかリスクはあるじゃん、はい、なんか 1> 1つの技がすごいいでも決めてる試合って意外と少なくないですか最近になると。まあそうっすね確かにね。うん、決めもちょっと弱くなってきてる感じしますね。うん、確かにこの後 朝倉海外 UFC に行くっていうなんか話題が流れてるので、はい、その話もしたいし、はい、そのバンタム級のランキング、まあ、適当なランキングなんですけど、はい、それもジョビンさんの意見も聞きたいですかりました、その動画も近いうちに出すと思うので、それを見逃さないように、チャンネルの登録ボタン、それをスマッシュしてください。いいねボタン、<laughs> タンでィの、ね、そ, <laughs> それもスマッシュしてください。おすぎで、またお会いしましょう。バイバイ。